皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2024年5月12日日曜日、仮想通貨草コイン中野研究会、ゴールデンウィークも終わりましたね。あっという間でしたね。なんかゴールデンウィーク暑かったんですけど、最近また寒くなってきたりしてね、まあ、僕は今実家の東京都葛飾区島本に住んでますけれども、寒かったりしてですね、夜凍えて過ごしてたりしてます。で今もね、実はね、夜起きちゃったんですよね。今2時半ぐらいですね、夜のね。でこの動画は実はね、5月1日に作りたかったんですよ。で5月1日にパワーポイントの資料を作ったんですけど、まあ、そこからね、動画作るのが遅れてしまってですね、今日になったと、12日後になっちゃったとね、何やってんだって感じなんですけども、まあ、ご容赦ください。まあ、これからね、リハビリをしながらですね、まあ、動画を毎日出したり、ライブをね、やったり、まあ、もちろん顔出しライブをね、やろうかなと思っててですね、実はこの実家の2階がですね、まあ、使っていない広い部屋があるんですよ。真っ白でね、綺麗でね、まあ、段ボールしか置いてないですね。引っ越したばっかりの広い広い、もう12畳ぐらいあるかな、17畳ぐらいあるかな。そこ明るいんですよね、電気もあってね。まあ、そこで大騒ぎしても歌歌ってもですね、まあ、母ちゃんも、ね、2回来れないしね、大丈夫なんでね、一戸建てなんでね、まあ、そこで顔出しライブをね、またやって、ラーメン食べたりですね、お菓子食べたり、酒飲んだりしてですね、バカ騒ぎできないかなって今検討中です。まあ、やっちゃおうかなと思ってますけどね。はい。で本日の題名なんですけど、今 FX のリオナちゃんがね、無期限引退ということでね、長い間5年ぐらいかな、お疲れ様でしたということですね。でね、僕がリオナちゃんを知ったのはですね、まあ、5年前っていうか、まだ経済産業省勤めてた頃じゃないかな。まあ、有給消化でも辞めることになってたと思うんですけど、夏休みですね、8月の夏にですね、大阪の FX ユーチューバー小野ちゃんに参加してましたね。はい。で小野ちゃん、毎月のようにですね、小野ちゃん FX、順位表っていうのを作ってですね、まあ、みんなで競い合うと。ほんで1等3万円とか出してましたけど、お金出してたんじゃないかな。でいつもリオナちゃんがね、1等になっててね、本当かよと思いましたけどね、本当にそんな50万とかね、100万とかいつも稼ぎましたって言ってたけど、まあ結局結果出せ結果だけね、エクセル表で出せばいいもんですから、本当かなと思いましたけど、まあ、そこで、まあ、知り合ったっていうか、まあ、知ったってことですね。僕がね、もちろんリオナちゃんは僕のこと知りませんけれども、はい、北海道札幌出身のね、まあ、経済産業省辞めるって言ってました。2年か3年勤めて、つまんないから辞めるって言ってね、辞めちゃいましたけど、もったいなかったですね。公務員はさすがに辞めらんないね、僕もね。まあ僕が公務員になってたら、まあ地方公務員でも国家公務員でも、まあ、また違うもんね、入社って。入社試験が、公務員の入社試験って言ったら、専門学校行かないといけないからね。ほんで、ほら、受かるとも限らないでしょ。まあ、だから、まあ結局、まあ、一種は受かんないから二種ですよね。一種は完了ですからね。あ、東大出ても受かんないですからね。だから二種ですよね。二種試験に受かるかどうか。まあ、2種受かってればね、まあ、1種の駒使いですけど、まあ、それでも全然いいですよね。まあ、3種のような、まあ、最低じゃないけど、3種よりは全然いいんでね。まあ、課長にはなれないけど、まあ、
まあ、最後課長かな、2週でね。で、1週取ると最初から課長ですからね。で、まあ局長になってね、事務次官になっていくんですよね。まあ、3週は係長止まりかな。まあ、リオネーションはもったいないなと思いましたけどね、やめてね、それから、タイとかね、タイとかマレーシアとかね、東南アジアを中心に旅行ばっかりしてましたね。旅行行って、プール入りながら FX やって、儲けた、失敗した、儲けた、失敗した。そして最後にね、損切りできなくなっちゃって、300万ぐらい、300万円の損切りしてましたけどね、まあ、そこで多分お金なくなっちゃったんでしょうね。札幌の IT ベンチャー企業に就職してた感じでしたね。就職して、まあそこで、まあ YouTuber としてね、新規事業開発を任されてたって感じですけど、結局まあそれも失敗してしまって、まあ、3年間、やったけど結果残せなかったねって言って、まあ、クビになっちゃったんでしょうね、きっとね。まあ、クビになっちゃって、それで、まあ、最後にね、渋谷で頑張ってみて、結果残すんだって言って、一人で出かけたけど、まあ、渋谷でも結果が出ないから、まあ、結局、まあ、会社でね、お金も出せないですよってなっちゃって、渋谷引き払って、で会社辞めてクビになって、それで札幌引きこもって、まあ、そのままフィリピンに語学留学、まあ、個人のお金でね、フィリピン語学留学今行ってるということでございますね。で、まあ、語学留学したってね、必要があればまあその日から喋るからね、ビジネスですよね。ビジネスで別に中学英語で喋れるからね、ビジネス英語なんかね。必要がなければね、どんなにね、勉強したってすぐ忘れちゃうから。使わないから。だからね、留学したから英語ペラペラ喋れるってのは嘘なんですよ。あとは現地で生活して、食材買ったりね、レストランでなんか注文したりして、必要最低限の言葉だけしか覚えないんですよね。ホットアップとかね、何してたの、バカじゃんお前とかね、なんか肉売ってますかとかね、これ全部でいくらしますかとか、まあこんぐらいしか覚えないですよね。それでいいんですよね、もうね。あと聞き流し、もうどうでもいいことばっかり言ってからみんなね、アメリカ人なんてね、特にね。まあそれなんでね、リオナちゃんは、まあ、特に女の子だしね、かわいそうですよね。もう30歳になるんでね、ちょっと身の振り方をね、本当に考えないと、いけないんで、あんまり肩肘張っててもね、いい人生送れないからね。で、自分の人生どうなったのかって、僕の人生も考えながらですね、ちょっと考えてたんですよね。で、自分の人生はどうだったのかということで、こう横軸がね、自分の、ね、年齢なんですけどね、まあ、今54の年、53歳ですけども、今僕 ね YouTuber だった頃47歳とか48歳だった。5年前か47歳とかね、若かったね、まだね、まだ現役の頃とか20代30代だったもんね。で、まあもちろんね、生まれた頃は0歳ですよね。で、すぐじゃないか、3年経ってから保育園行ったよね、3年保育。その後6歳ぐらいか、6歳で3歳から3年保育で、6歳から小学校だね、6年間ね。小学校6年間。長すぎるよな、6年もな。あれ3年でいいよな、小学校なんてな。3年分でも長いんじゃないか、毎日ダラ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 して。何の勉強しない日もいっぱいあるしね。遊びに行ったり、
勉強しない日も半分ぐらい勉強してないもんね。夏休みで学校行かなかったりね。まあ、体育とかね、体育とか運動会とかね、まあ、必要なのかもしれないけどね。まあ知識習得っていうことで保育園行ったり、まあ保育園で、まあ、一応ね日本語習ったりするもんね。数学って足し算習ったりね、音楽習ったりね。あと小学校、中学校、高校、大学、10代の子多いよね、やっぱりね。小学校、まあ、小学校もやっぱり塾行ってるやついたからね。頭いいやついましたね。クラスに3人ぐらい塾行ってるんだよ、とか言って。あ、そういえば俺も塾行かされたよ、そういえば。思いっきりバカだったからね、小学4年生の頃ね。まあ、そろばん教室とかはね、行って挫折したりしましたけどね。そろばんとかね、スイミングスクールとかね、思いっきり挫折して、途中で尻尾巻いて帰ってきましたけど、小学4年生の頃にね、クラスで下から2番目だったんですよ、ずっとね。小学1年生からですね。ずっと、はい。学校の授業ね、よくわかんなくてね。ずっとクラス下から2番目でしたね。はい。一番バカがいてですね、そいつには勝ってたんですよね。だからそれを基準にしてたんで、いっかと思ってたんですけど、さすがに一番バカだったら、俺も恥ずかしいですけどね。2番目だったんで、良きかなと思ってましたけど、ダメだと。恥ずかしいということで、親がね、強引に塾入れたんですよ。そう、わかんなくてね、全くね、半年ぐらい経ってからかな、もう嫌だったんですけどね、なんとか行って、だんだんちょっとずつ上がれるようになってね、1年ぐらい行かされましたけどね、途中で行かなくなっちゃったんですけどね。でもバカでしたね。下から2番が、下から10番ぐらいになったぐらいかな。バカは治んないですね、やっぱりね。僕のことですよ、僕のこと。で、小学校の時ね、バカだったんですけど、小学6年生で卒業して、中学1年生入る時に、まあ、このままじゃダメだと。自分が変わらないとダメだってことで、なんかしなくちゃってことで、真剣ゼミやりたいって言ったんです、親にね。真剣ゼミって言ってね、福武書店のね、真剣ゼミ。で、一月1800円ぐらいだったかな。国語と数学と理科とかね、社会とかあるでしょ、英語とか。一月1800円ぐらいだったかな。で、まあ、取らせて、1年ぐらい、1年コース取らせてもらってね。で、まあ、もりもり勉強してさ、まあ、もちろん教科書、学校の教科書をもりもり勉強して、とにかく予習だよね。日曜日は予習して、その頃土曜日ありましたからね、学校ね。とにかく予習、復習もしてね。で、やってですね、なんと、中学1年生の最初のテストで、1学期の中間テストで、なんと、クラスで真ん中になりましたね。これだから、すごいことだよね。クラス40人いるからね。で、真ん中で20番になったってことですよね。で、これもほんと気持ちよくてね、20番ってね。で、真剣でどんどんやってね。で、最終的にはクラスで2番か3番ぐらいだったね、いつもね。1番にはなれないんですよね、やっぱ頭いいやつがいて。TAP とかね、東京のね、東京駅の方の進学塾通っててね、四谷大塚とかね、その頃ね、いい塾だったんですよね。あと、そう、代々木ゼミナールとかね、一丁目通ったりして、予備校みたいなの通ったりしてね、超頭のやついましたね。そういうやつにはかなわないんでね、クラスに一人いるからね、それね、その下ですね。で、まあ、で、高校行きましたけど、高校はね、ワンランクもツーランクも落としてですね、
東京都立のね、公立のお金のかからない小屋高校ってとこ行きましたね。自転車で通う、ちょっと遠いんですけどね、自転車で通えるところに行って、お金かからないようにしたんですよね。んで、大学もお金かからないね。やっぱ国立行かないとダメだね。国立か公立ね。東京都立大学とか、千葉大学とかね。一橋大学とか行かないとダメでしょう。なぜかね、明治大学っていうね、私立大学行っちゃったんだよね。これはお金かかったね、これね。最初はね、入学金と合わせてね、118万円かかりましたね。初年度118万。高かったですね、理系はね。翌年からは87万円だったかな。20万円引いてね、入学金20万円引いて87万円でしたね。3年間ね、高くてね、もう目から火が出ましたね。奨学金も借りてね、なんとかね、こう、なんとかかんとかやりくりしながらですね、アルバイトしながら頑張ったりなんかしましたですね。でですね、大体だから10代は、小学校、中学校、高校、大学ってあるでしょ。大学行かない人もいるし、専門学校の人もいるしね。で、大学4年間行ったら22歳ですよね、卒業がね。で、マスターコース、博士号マスターコースだったあと2年間。で、博士コースだって、博士コース全部で5年間あるんだけど、ね、2年プラス3年で5年あるんだけど、5年でだって平気で博士号なんか取れないからね。余裕で取れないですから、10年も20年もいないとね、大体10年ぐらいいないと取れないんじゃないですかね。教授の駒使いだね。で、教授がいいよって言ったら取れるんだよね。で、ダメだよって言ったら取れないんですよ。教授の、あれですよね、心意気だけだもんね。学校で決まってんだよね、今年何人ってね。だから、本当に、大学っておっかないとこだよね。好き嫌いで決まっちゃうからね、先生のね、上の人たちのね。だから、常にさ、おとなしくしてさ、お歳暮どんどん送んないとね、嫌われちゃうんだよね。おっかないよね、大学って。で、大体ね、ここでね、経験取得、習得するんですよね。だから、皆さんどうですかね。ここ就職ですよね、この辺ね。こう20、普通は22歳で就職。4大出てね、文系でも4大出て営業職になったり、人事経理総務になったりしますよね。でも大体8年間ぐらいやって、29歳の時に、独立の一人ですね。なぜ29歳説があるかっていうと、これは、イエス・キリストが29歳で独立したんだよね。イエス・キリストは最初ほら、大工の見習いだったからね。エルサレムでね、大工の見習いやってて、で、29歳の時に、親方から独立してさ、自分で大工始めたんですよね。あとは、仏教のさ、ね、仏教の、誰だっけ？いるでしょ？仏教のさ、お坊さん。その人も29歳なんだよね。あれはインドだよね。インドの、王子ですよね。王様の子供ですよね。インドのね。で、29歳の時に、国を出てね。さすらい人になったわけですよね。ほんで34の時帰ってきたかな。お釈迦様ですね。
お釈迦様は29歳の時に独立し、まあ独立って出家したとかね。で、イエス・キリストも29歳で独立したんですよ。だから29歳独立説っていうのは多くて、まあ実は僕も29歳なんですよね、独立したらね。で、まあ、ここでね、まあ、知識っていうのは売れないですからさ、俺も知ってるよってね、小学校、中学校、高校の知識なんか知ってるよと。ね、じゃなくて、お前の経験を買いたいんだよ、つってね。で、経験を YouTube でさ、喋ったりね、あの、レポートにして販売したりさ、経営コンサルティングっていうのやると、あー、中野さん素晴らしいなって。ね、うちの経営顧問になってくれとかいう、まあ、なるわけですよね。まあ、だから経理の顧問とかね、弁護士の顧問と違って、まあ、即決で売り上げにつながるわけですよね。経営コンサルタントっていうのはね。だから、まあ、重宝されるわけですよ。で、だから、ここ8年間、8年間実務経験したわけですね、これね。で、それを、こう、売っていくわけですよ。8年分をね。で、これを18年になるわけになりますよね。18年をまたここで拡大で打って、これ全部で28年間なるわけですよね。で、まあ、あれくやこれやって手出さないでね、一つのことについて、まあ、28年もやってればさ、まあ、日本では超一流になってくるわけですよね。この分野じゃ、中野さんだなと。うん、あのラーメンだったら中野さんだなとかさ、まあ情報セキュリティだったら中野さんだとか、まあ仮想通貨だったら中野さん、まあ YouTube だったらね、今仮想通貨はだったら誰だって特にないから、今ちょっと頑張ればね、3ヶ月ぐらいで、ああ仮想通貨だったらまた中野さんだってなるかもしれない。で、まあ FX もね、 FX は実際にはね、あの誰だってわけでもないけどね、みんな負けてますからね。うん、まあそれでさ、ほら、あの、まあ、リオナちゃんはどうしたかというと、リオナちゃんはここ3年間しかないわけですよね。しかもさ、あの国家公務員の実務経験なんて必要とされてないわけですよ、民間企業には。うん、しかも最初の3年間っていうのは特にね、何をやるわけでもなくて、まあ、あの、ね、実、あの、オフィスワークですよね。だ、民間企業でなんか、あの、重宝されるかって言って、全然されないから。うん、だからやっぱり難しいかもしれないね。かといってさ、僕だってね、あの、三菱電機に5年プログラム開発やっててね、まあ、すっごい大変だったよね、これ、すっごい大変だった。で、最後三菱商事に2年行ったからね、三菱電機でセキュリティのプログラム開発、これ死ぬかと思ったけどね。で、三菱商事で世界で販売したから7年いてさ、まあ人とはちょっと変わったね、経験がある、んだけど、まあそれでやってきたわけなんだけどね。こう、まあ7年ですよね。7年をこう種にしてね、一生懸命くる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 いろんな仕事でね、あの種を大きくしていくわけですよ。最初大変ですよね、やっぱりお金がないのは当たり前ですからね。うん、まあ女の子だともっと大変だと思いますね。で、今ほらもう30になっちゃったでしょ、リオナちゃんね。さあどうするかですよね。今まで、まあ、経験習得する、まあ、YouTube なんですよね、やっぱりね。だから、あの、国家公務員としての経験を20代で拡大したわけじゃないんですよね。YouTube やっちゃったんですよね。で、まあ YouTube でよかったんですよね。YouTube もっと拡大して、ここも YouTube、ここも YouTube って、まあ、やればいいんですよね。だから、ヨネちゃん YouTube 戻ってくると思うけど、今の形だとダメだよね、やっぱりね。なんか、まっとうなビジネスにビタッとね、
足をつけて行くような感じじゃないとダメだと思うんですよね。はい、で次のページね。まあ、んで一応まあ50代で現役引退、まあ、会社だったらね社長雇ってね次の人にバトンタッチして、まあ、60代でまあ社会活動やってね、まあ、あの神さんと2人でね旅行三昧すると世界でね世界一周旅行クルーザーでね行くと、まあ、そんな感じだと思いますね。でですね、ここからがまあポイントになるわけですけども、人が生まれてきた目的とは何かということですね。でこれは陰徳を積んで、陰徳っていうのはね、まあ、誰も見てないところで徳を積むってことですね。誰も見てないところで募金をする、募金したりね掃除をしたりするってことですね。で生まれる前からの悪行を清算し輪廻転生から解放されること、まああのいわゆる業ですね。人間には業って言って悪いさ災いがついてるから、だから生まれてくるわけですよね。人間ってのはもともとは悪いっていうか悪いことしたから生まれてきて、今回生まれてきた時にいいことをしてですね、いいことをして前世までの悪いことを清算しなさいと、ね、それであのチャンスが与えられたわけですよね。まあ、これは仏教の教えですけど、仏教のね、まあ、仏教の教えだし、まあ、僕は誠だと思ってますけどね、本当のことだと思う、科学だと思ってますよ僕はね、あのサイエンスだと思ってますけどね。じゃなきゃ生まれてこないしさ、何遍もね人間生まれてきてるみたいですけれども、あのもともと悪いことした人間なん、悪いことしたんですよね。だから人間として生まれてきて、ね、何らかしか目的がなければ生まれてこないですよ人間というのは。まあ、それで今回チャンスを与えられたから、このわずかね70年80年の間のチャンスの中でどれだけ今までの悪いことをね清算できるのか。だからさ、あのなんで私だけこんな目に遭うんですかっていう人いるじゃないですか。まあ僕も思いますけど、そしていいことなんだよね、差し出すんですよ全てのものを。だからまああの宗教とかでさ、全財産をあの寄付するといいことあるよって言うけどさ、それは本当のことなんだよね。本当のことなんだけど、あのまあね、あの親族がさ、その受け入れられないわけよ。金額が大きすぎちゃって、1億とか10億とかさ、それがさ10万とかね、1万円だったらさ、あいいですよってなるんですよ。全財産1万円だった、ね、あの生活保護で1万円だけあったと、でそれ全財産寄付してくださいって、いいですよって、返さなくていいですよってなるわけじゃないですか。でもそれがさ10億とか100億とかだったらね、財産をね、引き継ぐ人がさ、返してくれってなるわけですよ。でもその引き継ごうとした子供たちもね、このことを知ってればさ、ね、人が生まれてきた目的ってのを知ってれば、ああどうぞ寄付どうぞ持っててくださいってなるわけでね。なぜかというと、人間が生まれた目的がそれだからですよ、寄付だからですよ。だから寄付返してくれってなると、じゃあまた生まれますかってことになっちゃうわけ、あと何回生まれますかってことになるわけだよね。それほどあなたは、あの親もそうだし子供もそうだけど、あの悪行してきたわけでね、人殺したりさ、まあ、いろんなことしてきたわけでしょ。それわかんないよ俺だってね、はあ、まあそういうことだと思いますよ。
ね、じゃあその宗教団体いいのかっつったら俺分かんないよそれはね。今は悪く見えるのかもしれないし、神様から見ればよく見えるのかもしれないし、それは分からないよ。で、具体的には何をすればよいか、他人へ無条件の愛を与えること。まあ他人へって言うとさ、難しいからね、親とか家族とかね、娘とかでいいんだけど、無条件の愛を与えること。お金でもね、物でも、あれ欲しい、これ欲しい、あそこ行きたい、ここ行きたい、車欲しい、アンドバッグ欲しい、もう何でも買ってあげると。まあね、甘やかしてるわけじゃないんだけど、ちょっと無理すればね、買えると。そしたら何でも、どうぞ、留学行きたい。まあ、あとは知らない人にね、お腹すいたんで、なんか恵んでください。500円でも結構です。どうぞどうぞってね、甘やかして毎日来ちゃうかもしれないけど。主に何でも相談に乗ってあげるとね、お金とかだとさ、こっちも限りがあるから、ね、相談に乗ってあげると、相談は無料だから、まあ時間かかるからね、タイムイズマネーって言うとさ、まあ時間もお金じゃないかってなるかもわけだから、時間、ね、お金はないけど時間ならいっぱいあるっていう人、トラさんみたいな人いっぱいいるじゃないですか。ね、僕もそうですけど、だから、ね、相談には乗ってあげるから、いつでも来てください、千葉県松戸市のね、駅ビルの7階にガストがあるから、そこで待ち合わせて、ジュース飲み放題だからね。それで朝から晩まで相談乗りますよと。まあ、そういうことは僕もやってるわけですよね。そして3番。自分一人でも食べていけないのに他人へ施すことができないと。ね。思ってる人いっぱいいると思いますよ。まあだから、まあ貧乏なんですけども、自分一人でさえね、もう生活保護もらってるのに、どうして他人へ施すお金あげることできるんですか、相談の乗ることできるんですかと。それね、逆なんだよね。他人へ与えないからあなたは食べていくことができないのであると。他人に与えてこなかったからね、今までね。だから今回の人生では与えてくださいと。自分が食べれないけど、なんか紙切れ一枚でも持ってんでしょと。何にも持ってなくても時間はあるよねと。だから相談乗ってあげてくださいと。10円でも与えれば、それは4倍になってるよ、自分に返ってくる。これ4倍の法則っていうのがあって、神様はね、4倍。だから時間でもいいんだよ。10円、だからお金も0円でも、借金いっぱいでも、相談には乗れるよ、つって。だから、1時間とかさ、1時間相談乗ったよ。そしたら、神様これ1000円で勘定してくれるから。ね、そうすると、1週間以内にこれ4000手に入るから。4000手に入るから。どっかね、近くの人相談乗ってあげたり、ね、辛い話聞いてあげたりね、おじいちゃんおばあちゃんとか、見知らぬ貧乏人のね、話を聞いてあげるとき、ああ、どうもありがとうございました、さようなら、つってね、ああ、さようなら、頑張ってね、気を落とさないでね、って言ってあげるだけでいいです。4000もらえるよ。で、また相談乗ってあげればいい。また4000もなるから。で、それを4000、まあ、それだったら、時間売りだったら、福利にならないけどさ、4000もらった中で1000円寄付すればね、その中で1000寄付すれば4000になるでしょ。で、これが3000残ってるでしょ。そしたら7000になるわけですよね。7000のうちの5000残して、2000寄付すると4倍になるから8000なんて書いてくるよね。8000と5000でもう1万3000になるでしょ。ね。で、これで最初は苦しいけど、できる範囲でさ、3000、2000、3000、4000って寄付するお金。まあ、セブンイレブンのレジ前にあるね、寄付の箱に入れるお金をさ、どんどん増やしていくわけ、3000、4000って。4000寄付したら、1万6000なんて返ってくるから、1週間以内にね。
そうするとあっという間に億万長者になるんだよ、人間っていうのは。この4倍の法則っていうのがあるからね。で、これ悪用してみなさいって。ね、悪用できない。悪人はね、悪い人ってのは途中でね、おじけづいちゃってね、これ以上寄付できないから。で、途中でさ、200万円になるでしょ。500万になるでしょ。じゃあ、そのうちの100万円寄付してください。ね、こういうセブンイレブンじゃ無理だから、こう、市役所持ってったり、区役所持ってったりしてさ、500万のうちの200万円寄付してください。悪人はできないですから。だから、そこで、コンフォータブルつってね、心地よい金額帯があるんですよね。で、これ以上できる人、できない人っていうのがいるから、ね、いくらでもできる人が億万長者、1億、10億、100億、1000億、1兆円を手に取れるわけです。でもその人はお金なんていらないんです。ね。そして投資はね、なぜ儲からないのか分かりますか？投資はね、儲かりもするし儲からないもするんですね。投資っていうのはね、中立なんですよ。儲かりもするし儲からない、人によるんです。で、余剰資金遊びでやらなければならない。投資とは資金をグリーン箱へ投げ捨てること。ゲームセンターの UFO キャッチャーと同じ。ぬいぐるみが取れなくて当たり前と、まあこういうふうに思わなくちゃいけない。なぜかってことなんですよね。投資はね、儲かるんだよ。10億でもね、100億円でもなるわけ。1000億円だってなるんですよ。実際なってる人いるでしょ。証券会社だって、株トレーダーとかね、為替トレーダーで1000億円、1兆円って儲けてる人いるでしょ。ね、実際にはいるんです。ゴールドマン・サックスとかね。でもな、あなたはできない。なぜか。世界で億万長者っているでしょ。まあ、ビジネスで億万長者になった人もいっぱいいるけど、なぜあなたは億万長者にならないのか。ね、簡単なことなんですよ。これは投資したこと自体忘れること。いわゆるですね、いわゆるここから重要だよ。常にチャートを観察している人いるでしょ。まあ、FX のドラとかさ。いいでしょ。量子力学の観測者の定理が働いて、思考が現実化し、悪い結果が現れますと。結局ね、負けると思ってるから、負けると思ってるからチャート見るわけ。ね、絶対勝つと思えばチャート見ないじゃん、だって。だって、結果が出るわけだからね。負けるか勝つかっていうのは、損切り入れとけばいいからさ。利確と損切り入れてなきゃわかんないよ、そりゃ。でも、それは投資とは言わないよね。ね、遊びだよね、ただのね。利確と損切りを入れてれば、いつかそこに到達するわけだから。ほっときゃいいじゃん。どっちかなんだから。ね。で、人が気にするのは悪い結果が起こると思っているから気にするんですよ。良い結果が起こると思ってれば気にしないから。FX で絶対勝てるから。できないことを気にしない。できないから人間なんだ。だから生きてるんだ。ね、超人的発想ですね。人間ってのはね、マイナス思考の塊なんですよ。だから生まれてきたんです。それをプラス思考に変える、無理なんです。不安でしょうがないです、人間っていうのは。不安で不安で。でもバカっているでしょ、生まれつきのさ、脳天気でさ、大バカ者っているじゃん。まあ僕もね、
生まれた頃はバカでしたよ。下から2番目でしたからね。勉強したから2番目で、まあ伸びたみたいなもんだね。一番下がジャイアンだとすればね。それでも気にしなかったですからね。全く毎日遊びほうけてましたからね。ランドセル投げ出してね、遊びほうけてましたからね。気にしないことなんです。そうするとお金は平気で入ってくるんですね。はい、それで人はね、労働できるのが筋、借金を背負っても命はまだあると。まあ、人はね、労働で生きるのが筋と、まあ、こういうふうに思い知らされてるわけだよね。生まれつきね、生まれてからね、ずっと勉強して、ね、きちんとした学校入って、高校入って、きちんとした会社に勤めて、お給料をもらうのが筋だと。それが人間なの、勤めなんだと。で、借金を背負っていきませんよと。借金を背負ったら、もうダメだよ。死んだ方がいいよって言われちゃってるわけですよね。だから人を自殺、ね、些細な金額で自殺するわけです。借金なんて、いくらでも背負っても大丈夫ですから。自己破産があるから。ね、100億円だろうが1000億円だろうが借金は背負った勝ちですよ。大丈夫ですから。あ、貸した方が悪いですから。自己破産あるんで命まで取られません。余裕です。株とか FX 先物仮想通貨など投資は負けるからやらないね。まあこういうふうに思ってても、こういうふうに思ってる人は、勝てません。投資でね。こういうふうに思っててもいいですよ。思ってた方がいいんじゃない?労働でね。神様は、人間は労働でね、生きていくようにって言われましたからね。その方がいいですけど、まあ、実は、ギャンブルでね、生きていけることもできるんですね。で、基本はね、アメリカ株だけしか、あれ右肩上がりで成長しません。ただね、今までは成長しすぎたんだよね。もう、アメリカダウが4万ドルいきそうだもんね。で、これから、今までの20年は成長しすぎたわけですよね。で、これから世界経済悪くなりますよ。これ、戦争始まるからね。20年ぐらい良かったんですよね。で、10年後に持ち直しても、そこから株式投資をし、花が咲くのは10年後。20年後ですね。2045とか、2050年ぐらいになりますね。また、株式投資でね、儲かるって言ったら、これからどんどん悪くなる、日本株もね。だから、基本的に投資っていうのは、これからは良くないですね。特に株っていうのは、長期投資ですからね。株はしない方がいいですね。短期トレードの FX の方がいいと思いますね。はあ、で、仮想通貨は伸びるでしょうね、と、時としてもね。はい。これで終わりですね。まあ、リオナちゃんね、今回。まあ、独立してね、5年間本当にお疲れ様でした。僕もね、毎回見てましたけど、楽しい動画ね、ありがとうございました。これからはね、また復活する時があったらいいなと思ってますので、その日までね、また僕の方でね、YouTube 頑張ろうかなと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。